田健吾は神奈川県大和市在住。神奈川県綾瀬市出身。父の転勤に伴い各地に移り住んだ後、5歳より大和市に在住。大和市立福田小学校時代に少年野球チームに所属し、野球を始める。大和市立、引地大中学校、法政大学。 第2高等学校を経て、法政大学に進学するが、大学3年生時に右肘を負傷し、プロ野球選手への道を断念する。アマチュア審判として2000年シドニーオリンピックなどの国際大会でも活躍する高校、大学の先輩から、プロ野球の審判員という道を紹介され、2011年2月に日本野球機構審判員となる。 2015年9月26日の横浜 DNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ25回戦の二類類進にて一軍初出場。2017年4月15日の横浜 DNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズで初の一軍公式戦球審を担当。球審を務める際はヘルメット一体型のマスクを使用している。2020年から球審での構えを ボックススタンスからシザーススタンスに変更した。ありがとうございます。